さあ頼んだぞ、みんなこの森の中からあの怪しい男の手がかりを探してきてくれ。フェリちゃんとペットちゃんたち息ぴったりですね。あの子たちとはもう長い付き合いだからな。特にベッコは私が一人で霧の島にいた時ずっと寄り添っていてくれたんだ。そういやフェリは幽霊になっちまってから何十年もあの島にいたんだよな。そうだ、そしてその間ずっと一緒にいた。それに私たちが幽霊だからなのかな、お互いの気持ちなんかはもう目を見ればわかるくらいだぞ。でもそれってとっても素敵です。そう言ってもらえると幽霊だった甲斐もあるというものだ。みんな敵だ。そしてこの気配、注意しろよ。あの怪しい男がまとっていた力と同じものを感じる。放ってはおけないな。好きには…大丈夫ですか？少し休んだ方が…ありがとう。でも心配はいらない。少しめまいがしただけだ。それに一刻も早くあの男を止めないと。黒い結晶の男ってやつか。確
確かにほっとくわけにはいかねえな。それだけじゃない。目の前にして実感したよ。あれは危険な存在だ。奴は自らの目的のためならためらいなく人を利用する。そして相手が苦しむその様を楽しんですらいるようだった。奴の目的が何であれ、ああいった手合いを放っておくわけにはいかない。そうですね。もう悲しい戦いをしないためにも行こう。この空にこれまでになかったような危険が迫っている気がするんだ。